札会記は、藤原北家花山陰流の苦行、中山忠親の日記、下大記、低神教記、中山壮大前文記などの別名で呼ばれることもある。署名の札会は、筆者名である、佐だちかの東風丹名、すなわち名前の最初の文字、さと最後の文字、かに由来する。別名、下大記の署名は、帝親が、県大納言と共に兼任した。 壇上院の闘名、下台に由来する。o a 25年から下吉3年までの記載があるが、抜き書き、部類章、消息、宣言などを含むと収録範囲は1448年にまで及ぶ。完全に存在するのは o a 32から33年のみであるが、古くから目録、抜き書き、部類記などの形での引用が多くなされたことがあり、 途中の7年分を除けばその内容の多くが把握できる。帝親は、夕食古日に詳しく、五古松院から徴用され、武家転送も務めたことから、朝廷、幕府双方の動向に通じていたため、内容は豊富で、文献としての価値は高く、満載事号日記、縦打ち記、関門日記と並んで、室町時代中期の重要な資料とされる。原本は、 東大資料編纂所書に6巻、京都大学に1巻、写本は、宮内庁書領部、美琴教科文庫などに所集されている。全8巻の予定で、第2本古記録の一として刊行中。ありがとうございます。